皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマは、不幸自慢はしないというお話をしたいと思います。教室の先生の属性はそんなにこう自分がどう不幸かみたいなことをね言う人は少ないんですけれども、同情とか、そうだったんだかわいそうだねとかっていうのを言ってほしくて、そういった話を好んでする方っていうのは属性としていらっしゃるんですね。でやはりそういうことを発することによって似たような領域の人がやっぱり集まってきちゃうので、そういう団体が出来上がると見事に不幸のるつぼができていくんですよね。なので例えばね、どっかファミレスとか、私も営業というか回っている最中のところのどっかでね、レストランとかペロッと入って、ママ友の集団ですか、そういう方たちとかいらっしゃる時にやっぱり旦那さんの愚痴とかね、お子さんの話もそれは悩み相談に近いのか、旦那さんの愚痴とかが多いのかな。でうちの旦那なんてこうであれ、うちなんかもっとひどいよとかもっとひどいよ自慢が始まるっていうのはやっぱり聞いてて聞き苦しいし、思考が似た人をやはり寄せてしまうので、その旦那さんのことじゃないにしても自分がこういうふうであるっていうことをことさらに外に向かって言う必要はないと思っているんですよね。だってそれを言うことによってあんまりいい気分する人っていないと思うんですよ。だから結果としてそういうお話が好きな、割と陰陽の方で言うと陰なタイプの人が引き寄せられてくるので、自分がどれだけかわいそうかとかそういうことは、あまり言わない方がいいよねって思います。なのでちょっと聞いたことがある教室の先生の話なんですけどね、ご自身が回ってきた教室の悪いところを教室の生徒さんに伝える先生がいるらしくてですね、私はすごい聞いてびっくりしたんですけどね。要は批評とかすることによって、自分の教室はいいでしょうみたいなことをもしかしたら言いたかったのかもしれないですけど、それにうっかり参加しちゃった生徒さんが気持ち悪くって、もう一回でやめたとかっていう話とかね聞きましたけど、その話を聞きたがる風に集まってる生徒さんもいてるみたいです。だからそのネタの仕入れるためにどっかの教室に行って荒探しをして戻ってきて自分の教室でそれを話して、それが話題として花が咲く、だからそういう集団っていうことなんですけどね。そういう教室もあるんだと思ってびっくりはしたんですけれども、やっぱり不幸の種をまくっていうわけじゃないですけれども、いい話じゃないものを耳から入れるとそれに同調する人たちがやはり集まってくるので空気感はあまりよろしくないですよね。だから、どうせ言うならね、幸福な言葉を発する人たちと楽しくできた方がいいと思うので、万が一そういうとこに寄っちゃったら関わらないようにするっていう、そういう感じと、あとは自分が自分で不幸自慢をしない方が多分いいと思います。それによって同情を引くっていう人は所詮こう自分の中でその癒されたいっていうか、その同調する仲間が欲しいだけなので、そこの中にはまってしまうと逆にまた出れなくなってしまったりするので、自分自身が発しないっていうこととそこに近寄っていかないっていうのも一つ、そういういい先生でいられるための、当たり前の話なんですけどね、心持ちなのかなっていうふうに思ったりしたので、どちらも合わせてお伝えしておきます。